こんばんは。今回は私がお仕事前に必ずやっている健康法や絶対に欠かせないケア用品やらスキンケアやらを朝の様子とともに紹介したりしなかったりします。部屋から微妙に見える夜景、夏は遠くの方に花火も見える。ささやかだけど気に入ってます。お腹すいたって毎朝目が覚める、私の優秀な腹時計。そして朝は決まってメガネ探しから始まります。小学生の頃から必殺メガネ探しが朝のルーティン。日光はできるだけ浴びる。浴びれるだけ浴びる。使ってないロフト。誰が活用術を教えてください。朝の洗顔は水だけです。洗顔のついでにスプーン1杯ぐらいの水を30秒間口に含みます。こうすると毒素が出るらしいです。すっごくいろんな効果があるんですけど、本当にいっぱいあってめんどくさいので言いません。アルビオンの新化粧液です。今までもらい物の化粧水ばかり使っていたのですが、ようやく消費できてきたので、ここ最近自分の肌に合う化粧水を探す旅に出ています。この子はハーブの柔らかい香りが心地よく、見た目も上品でお気に入りです。とてつもないドライアイで、たまらなく乾燥するので、潤いそうなやつを最近買ってみました。歯と記憶力が関係していると聞いてから、すごく気をつけています。おばあちゃんになった時のためにも。いろんな大切なこと忘れたくない。
エレクトロンエブリワンの頭皮用美容液です。電気ブラシと併用して使用します。私が求めているのは顔のリフトアップです。白湯を飲んで内臓を温めます。飲むだけの健康法というのがズボラな私にはちょうどいい。こいつはただのぬるま湯されどスーパー健康ドリンク。パンはいつもがっつり食べます。朝ごはん大好き。皆様、本日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。ビビ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 、追伸ご自愛くださいませ。ビビ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 。